ボーダフォン 702NK2 は、ノキアが開発した、ボーダフォン日本法人のボーダフォン 3G 及び、GSM 方式、GPRS、エッジのスマートフォン。海外で、ノキア六千6 6 8 0として発売されているものを、日本語化し、ボーダフォン向けのカスタマイズを行っている。2005年12月15日に、ボーダフォンより、プレスリリース、2005年12月17日より、 発売開始した。ジャテ通貨は2005年3月16日。2007年8月にこの製品が使用する形式の電池パックの欠陥が発表され、回収、交換が行われている。ボーダフォン 702NK の後継機。直線的な形状となり、自分取り用カメラを備えテレビ電話が可能となった。また、背面のカメラに LED フラッシュとスライド式の保護カバーがついている。 一方、内蔵メモリの容量が減り、メモリ不足が起きやすくなっているという欠点もある。その他の仕様や特徴は 702NK と、おおむね同一である。この端末は、シムカードを採用しているが、シムロックがかかっているため、ダキャリアのシムカードを挿しても使用することはできない。しかし、702NK と同様に最近、シムロックを解除する方法が発見され、 他キャリアのシムカードを指して使用することができるようになった。このため、オークション等での価格が上昇傾向にある。なお、総務省の無線設備のスプリアンス発射強度の許容値にかかる技術基準の改正により、本機種は技的執行となるため、2015年12月1日以降日本国内では使用禁止となった。の国内向けカラバリエーションのに海外で ノキア6680向けに販売されている多数のカバーも使用可能。2007年8月に電池パックの欠陥が発表され、回収、交換が行われている。ノキア製一部機種をご利用のお客様へご利用に関する大切なご案内。ありがとうございます。